うかな。空と一緒にいる椿、とっても幸せそうなのに。二人は今の空に全てを託すために長い間研究を続けたんだね。すごいな。起こした事故だから。うん、ありがとう。本当だね。補助だけに使うって、そんなこと。でも、私はお母さんが犯した罪の象徴。私が生き続けることをきっとお母さんも望まない。お母さんは悲しそうにいつも何かを待ってた。お母さんは世界と私を天秤にかけて私を選んだけど、後悔もしていたと思う。過去に戻ることができればって考えていたこともあったけど、最近はそう思わないんだ。それはきっと今の私が幸せだから。一歩一歩少しずつ自分の夢に近づいている実感があるから。これ私の声？
でも。私は行きたい。この世界を生きてみたい。でも空が椿、あざみの椿、おう、私
私、行きたい。この世界を。それで、お母さんに届けてあげたい。私の毎日、楽しい時も、辛い時も、お母さんに届けたいから。だから、行きたいの。うん。わかった。ソラ、起きてる？この服、かわいい。ソラ、ありがとう。椿、まだ作業してるのかな？ソラ、生きていくのって痛いね。今この瞬間に空と一緒にいられる時間が減っていってる。空と二度と会えなくなるかもしれない。人とつながると生きるの痛くなるんだね。空とは話できるのかな？すぐったい。
前、未来の記憶があるんだよな。お前にも、かぐやにも。かぐやが死んだ後の世界の記憶。あの音声データ作ったのは私だよな。いや、やっぱいい。知ったところで何の意味もない。何笑ってるんだよ。気味悪。だろうな。今度は、今度はさよならじゃないよね。そら、ごめん、ごめんね。